疲れ様です。あ、すいません。こんばんは。6時のニュースをお伝えします。野田市で4日、男子学生の祖母である83歳のおばあちゃんがやらかしました。この日、学生である男性は最近暑くなってきたこともあり、服の衣替えをしていた模様。すると最近まで履いていたヒートテックのタイツがどこを探しても見つからず、2時間ほど捜索しても出てこなかったため、諦めてふとトイレに入ってみると、そこには思いがけない光景が広がっていました。こちらをご覧ください。男性のヒートテックがトイレカバーに変身してしまってます。どうやらおばあちゃんが洗濯物を畳んでいた際にトイレカバーと勘違いしてしまい、装着してしまったとのこと。その後、トイレを出ようとすると、おばあちゃんが置いたであろうブルーレットを置くだけが本当にそのまま置いてあったとのことです。続いてのニュースです。東京都港区で4日、ランボルギーニを借りパクしたとして無職の男が逮捕されました。借りパクの容疑で逮捕されたのは無職の島津徹容疑者34歳。島津容疑者は新橋駅付近で友人とお酒を飲んでいた際、終電を逃してしまったため近くの外車専門店に侵入し、家に帰る手段としてランボルギーニを借りパクした疑いが持たれています。その後、防犯ビデオの映像により島津容疑者は逮捕されました。警察の取り調べに対し島津容疑者は、前にも終電をなくしてヘリを借りパクしたことがあると供述しており、警察は男の正体を追及し何者だよこれ、何者なんだすごい、すみません、ちょっとすごい事件です。あのこれ嘘なんですけど、はい、私も友達の車借りパクしたことあるんですよ。え、嘘なんですよね、それ。以上、ニュースをお伝えしました。